みんな笑顔になるんですよ。なんでみんなほんまアホなんですよね。大好きなやつだ。じゃあ次は超一流に行きたいと思うんですけど、なんかこの人超一流だなっていう人なんかいますか？僕は思うのはドラゴンズにはいる超一流は大島洋平さんですかねと思いますね。なんでかやっぱりあんだけ継続して同じことを同じ記録を続けられてるっていうところはやっぱ超一流だと思いますね、うん、まあもう取り組み方あとはが超一流やと。体はそんなに、ね、大きくないのにね、うん、やっぱり強いしね、真似できないですね、うん、あれは本当に早く2000本打たないとね、うん、超一流っていますか？野球ですよね。大野雄大の僕が唯一尊敬してるとこは結婚式とかのマイクパフォーマンス。あれ僕どの結婚式行ってもいや大野雄大には勝てないだろうといつもそこであいつは超一流だ。そこ僕超一流って見た瞬間にそれしかずっと頭に野球のこと全然あれは本性なの？無理してるとこある？あれは打ち上げとかでも必ず出てくるやんか。なんか若い頃はさ、おい、大野行け、雄大行けって感じで行かされてた感あったけど、途中からなんか、他の人がやるのに、その人取ってるやん。取ってすぐ目立ってるやん。その先の、なんていうの、どうやったらカメラ映るかなっていう。そっから来てるんですか。そうそう、本性っすね。本性。普段は僕めちゃくちゃ静かなんですけど、だから目立ちたいっていう、その、目立ちたい、ホルモンみたいなが出る時があるんですよね。アドレナリンが出る。そうそう、分泌される時があって、その時は目立ちたがりますね。シラフでもいけるの？シラフでもそうですね。そのホルモンが出た時は、普段ほんま静かなんですけど、だからファンフェスタとかでもドラゴンズの、それがバッて出た時は、なんかもう喋り倒してますね。いきなりスイッチ入る。おお、きた。普段面白くないんですよ。ファン感はあんまりホルモン出てなかった。やっぱコロナ禍があったので。え、未だにウルトラソウル歌うの？歌わないですよ、もう。変わった。もうそれを知ってる人がもういなくてですね。うん、ウルトラソウル、うん。はい。なので、その僕が歌うっていうか、それを。DJ 大野になるって感じじゃないの？何をしてるかな。まあでもマイクは離さないですね。マイクは持ったら多分スイッチ入るですね。うん、え、何言うの？覚えてないんですよ、結局。あんま覚えてないですね。でも、ようやってましたね。結婚式のね、余興とかでね、うん、一人で歌ってとかね。あれは超一流。ようできないですね。ないです。ない。あ、でも、その打ち上げとかで歌ってるのは、ギリ僕は見てるんで。うん、結婚式って行くやん。例えば、野球選手じゃない人の結婚式も行くとするやん。そこでも歌ったりする。歌ったことありますね。一人でホルモン出てるんだ、はい、まあようようやるよと思いますよね、うん、僕の妻が今その今度結婚式友達が挙げるんでそれの余興の練習をしてるんですけど、たまにね友達となんか電話しながらとかテレビ電話見ながらな、しょっぽいなと思いながら、ね、俺なんてお前何百人の前で来たほんま。え、何をするの？僕ですか？ソブとか覚えてる？何をするのか。いや、ウルトラソウル歌うだけなんですけど、まあ、そこら辺を練り歩いたり、その、やっぱ酔っ払ってやる人いるじゃないですか。ちょっと違うんですよ、やっぱり超一流なんで。みんなをやっぱ笑顔にする。花が咲いてくるんですよ。僕はもうみんな花咲いてくるように見えるんですよ。なんか酔っ払ったけどいいっていいって言ってなくて、普通なるじゃないですか。とかもうつまんねえなとか見てる人もうるさいなとか見てる人もいないんですよ。みんなわーってなってもう会場全体が花が咲くんですよ。超一流です、こいつは。すごいね。本当すごいです。
そのなんだっけ目立ちたいホルモンが分泌された時だけやろ、うん、ね。その時は、ま、誰にも負けないです。でもあれでしょ、もう結婚式になったら100のあ10の10でしょ。そうです。 100% になるわけでしょ、うん、人の結婚式に出た時の僕のそのモットーは新郎より飲むなんです。新郎よりお酒飲む絶対に。まあお湯は払ってるもんな。そういうもの取らなあかんもんな。やっぱ新郎、まあ、今の時代はちょっと分かんないですけど一昔前だったらもう新郎はもうね浴びるほど飲まされるんですよ。みんなずらーって並んで、うん、僕はそれよりも飲むっていう。それがモットーだった。まあ野球だけじゃなくてそういうところもやっぱりこうね、みんなが知らないところをね目立っていかなくちゃいけないということで、目立ちたいホルモンを皆さん、はい、そう出していってくださいね。じゃあプロ野球の滑らない話、なんかこうやっぱりこう外から見てる人で知らないことたくさん多いやん。例えばね、一昔前で言ったレントゲン撮ったら治りましたとか言う人もいたし当時。今そのあるの、そのドラゴンズの中でもいいしプロ野球の中で、いやなんかあの超一流の話にもちょっと繋がるんですけど、やっぱ一流じゃない人はやっぱ見て学ぶところがあると思うんですけど、大野さんってお酒入ったら結構まあ、なんていうんですかね、まあ、脱ぐじゃないですか。脱ぎ癖ね。脱ぐというかもう出すというか、まあ、癖がある。誰これ使えますね。あると思うんですけど、まあ、大野さんはその、まあ、今は超一流ですけど一流じゃない時もあったと思うんですけど、その誰見て脱ぎ始めたのかなと思って。誰見てないやろ。自分で脱いでるっていうことまず自覚ないでしょ。いやそれは覚えてます。ちゃんと楽しくなったらそれこそみんな笑顔になるんですよ。脱いだらなんでみんなほんまアホなんですよね。大好きなやつだ。使えねえだろお前。ほんまみんな笑顔になる。誰なんやろ、うん、誰見て学んだの。吉見さんは出してる。そう、なんか何かのタイミングで出した時にみんなが笑顔になったそう、ね、そう癖になっちゃったっすね。エガちゃんタイプ、ね、ちゃんとねその、うん、公然わいせつ罪にならないようちょっと身内 の、ね、個室での話ですからね、うん、ちゃんとね。ということでありがとうございました。はい、あのまだまだね消えてないのもいくつかあるんですけどもね、来年 WBC とかもあってあれなんですけども、まああの多分3人のこう普段の姿ってなかなかみんな見れないと思うし、ユニフォーム着てる姿しか見てないと思うんですけどもね、こういうものも見てやっぱり人気商売のスポーツだと思うので、あのなんとか僕も応援 OB として応援してますし、なんとかまずは3位以上狙って、はい、あの頑張っていってもらいたいなと思うので、怪我なく引っ張っていってください。はい、はい、あの今日はありがとうございました。ありがとうございました。